ゴーゴー NBC。 今年最後の JB の大会、全日本バスプロ選手権、東西で分かれて行われる。東は河口湖、西は生野銀山湖。バスプロ選手権は各地方シリーズの試合ごとの上位 20% が出場できる試合である。例年なら10月末頃に開催されるはずだったが、新型コロナウイルスの影響で1ヶ月ほど遅れての開催となった。東日本大会は JB 地方プロシリーズの桧原湖、霞ヶ浦、河口湖 A シリーズ、河口湖 B シリーズ、山中湖、イルカ池。JB2 からは桧原湖、霞ヶ浦、河口湖。そしてマスターズプロシリーズの上位が出場できる。屈指のバスプロたちがさらなる栄光を求めて戦う大会なのである。ただいまより全日本バスプロ選手権東日本大会開催いたします。今日第1フライト赤の選手、帰着時間は2時です。第2フライト青、帰着時間は2時10分です。それではスタート音声に入ってください。東日本大会には100名を超えるバスプロが出場している。11月のバスフィッシングは釣るのが難しい。初日は風が強く、湖上では風速13メートルほどの強風が吹きつけていた。水温も低く、釣りをするにはかなり悪条件である。去年のバスプロ選手権東日本を制覇した江尻選手に今年練習して感じたことを伺った。今年はそんな釣れませんでした。4日間やって6本7本ぐらいしか釣れてないんで、またどうなるかは分かんないですけど、今日は明日にしっかりアジャストして釣っていけたらなと思います。ヒューマーアカデミー2年、大野春人選手は JB2 からの出場。ヒューマーアカデミーの学生は5名が出場している。彼らがどこまで上り詰めるかも見ものである。とりあえず3つ。取れます。取れない。1本だけです。難しいです。まだ何本。Thank you.
朝の冷え込みが激しく、湖の上には霧が立っている。バスポロ選手権はポイント制で勝負が決まる。1日ごとの順位にポイントが加算され、2日間の合計ポイントが一番多い選手が優勝となる。1位には130ポイント、2位には129ポイント、3位128ポイントと、順位が1つ下がるたびに1つポイントが減るシステムになっている。それでは、全日本バスケ選手権東日本大会2日目スタートを行います。外側線から110番までスタートしてください。110番までスタートしてください。初日4位の大塚達夫選手、3匹で 2854g、127ポイントを獲得。ノーフィッシュの場合は5ポイントが追加される。2日目も釣らなければ順位はすぐに落ちてしまう。現在首位の林正樹選手、獲得ポイント130ポイント。前日の釣果は唯一の5匹でリミットメイク、5175g で2位と1000グラム以上の差をつけた。しかしバスポロ選手権はポイント制、グラム数の差は反映されない。さらにここ数年バスポロ選手権は初日1位の選手は2日目に釣れないというジンクスがある。林選手はこのジンクスを打破することができるか。続いて第3位です。滝本博樹選手、トータルポイント251ポイントです。残り2名の選手同ポイントです。2名の差 58g でした。第2位発表します。藤田京也選手、253ポイント6034グラムです。2020年全日本バスプロス選手権東日本大会優勝、コメンツーブ選手。
253.6092g です。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今年はトップフィフティがなかったので、はい、試合の、なんかストレスみたいなのが溜まってたかと思うんですけども、はいはい、今回優勝できてそのお気持ちをお願いします。はい、まあ、コロナ禍の中で、まあ、大会が、まあ、トップフィフティがなくなってしまったことで、まあ、とてもモチベーションは下がってたんですけども、まあ、JB2 桧原湖これに参戦して、まあ、このバスプロ選手権の権利を取ることができていたので、まあ、この試合は本当自分のためだけに戦おうと思ってきたんですけども、まあ、やっぱり自分のためだけってわけにはいかないですよね。応援してくれる、まあ、スポンサーさんであったり、まあ、家族であったり、まあ、そういった方に、今年この少ない試合でしっかりとしたパフォーマンスで自分は一生懸命やってるんだよっていうのを見せたかった、まあ、そういう気持ちがあったんで、はい、まあ、勝てて本当に嬉しく思います。はい、では来年に向けての抱負をお願いします。はい、来年ビューティー再開されると思います。今、まあ、3度のチャンピオン獲得してるんですけども、4度目取った人がいないんで、まあ、これを目指して取っていきたいと思いますし、あとやっぱバスフィッシングってこう年齢をまあ加算していっても続けていける遊びじゃないですか、はい、これをやっぱり、年を取ってもタイトル取れるんだっていうのを40過ぎてから、取っていきたいと思ってるんで、これからもぜひ頑張っていきたいと思います。 GO!GO!NBC!